はい、とんがったバルーン。前世って知ってる？怖い。怖い。何？前世。怖いですけど、急にどうしたんですか？前世。まず本当に何すか、怖いな入り方。人には人生があるとよ。急になんで博多弁なんですか？前世があっての今世なんですよ。はい、きっとね、きっとね。まあまあはい。僕そんな変な宗教とかじゃないですよ、僕は。いや、めちゃくちゃ入ってるでしょ。全然ないんだけど。人と接しててさ、そのさ、僕のことをなんか鬼人だ変人だ変わってるだめんどくさいだすごい言ってくるじゃないですか。まあ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 、人とはちょっと違った空気あるよなと思いますよ、うん、でしょ、うん、ああこの人前世あれだったんだろうなとか思うんですよ、うん、僕は前世、ああ自分の前世が、あ相手が、相手が人に対して、はいはい、ああこの人前世なんとかだったわ、あそんな感じることあるんですか、ちょっとわかんない、わかんの、やばいんです。ああ、でも世の中になんかいますよね、見える人みたいなね、まあその守護霊さんが見える人とかね。あ、ちなみに守護霊さんはね、見えるっていう人信用しちゃダメよ。え？なんで？守護霊さんは守ってくれてる人だから、はい、守護霊がいますって自分のこと指さされたら、守ってる意味がないと思って逃げちゃいますから。言っちゃダメですよ。まあまあ僕らに言うと見えないんでちょっとなんともあれですけど、だから600体いたとか言ってたじゃん、あれね言っちゃダメなんですよ、いなくなっちゃうから守ってくれてんの、あ守護霊じゃないですよ600体は、なんだっけ、え資料です、気持ち、うわ怖っだから逃げてもらっていいんですよ、ああだから言ったのかもしれないね、じゃあ守護霊は見てもらってないです、あ資料とか、そうかそうか、じゃあいいんだ、抜かれてるやつ、やっべえな、何それ、そう、俺ちょっとこっちの方が気になる、ね、改めてちょっと何ですか今の、何あの資料と一料を、資料って何ですか、だから死んでる人でしょ、この世にない資料、あー霊、本当の霊だ、600体でしょ、600体つむつむみたいになってたんですよ、なんか何ですかつむつむ、つむつむみたいな、こうそうでしょうね、だから一個崩れたら、消えてくれたらいいけどすごいいますね、すごかったね、ただ芸能をやってられてる方はやっぱ多いんですって、普通の人よりもついてる、はい、テレビを見てる画面とかでこう疲れることもあるから、えテレビをつ見てる画面で、はい、疲れるの行くの見てて何かの思いがあったらすぐちょっと生き量だとしたらついちゃうんですって、ほうへえ、もう全く分かんない、だからこうなんかこの人ついても大丈夫そうだなっていう人にはやっぱりすぐついちゃうんです、あなんかちょっと心弱い方とかにつきやすいのは聞きますよね、うわっていう人にはつかない、うん、俺めっちゃ疲れるよ、めっちゃお化け意外なんですよ、それ分かるんですか自分でも、うん、あついたって、うん、居心地あのね、あ聞いてくれると思うみたい、意外とさ人のこと聞くじゃん結構普段、まあまあそうですね、お話悩みとかも聞くじゃん、聞くの好きですよね、なんか聞いてくれるとお化けさんがね、そうか優しい人にはすごい包む、ちょっと聞いてくださいって来るの、え聞いてくださいって言ってくるんですか、うん、いいですか聞いてくださいっつって、こう意味がわからない、姿とか見えないよ、声が聞こえてくるでしょ、ザーってなんかねトラックがバーって走ってる音と一緒に声が聞こえて、うん、なんかこういう悩みがあって前はちょっとその天国にも地獄にも行けなくてさまよってるんだけどどうしたらいいみたいな相談の声がたまに聞こえるときある、どうするんですか、どうするんですか、だからそれは真面目に返しちゃうとずっと僕のそばにいちゃうから、はいはい、ごめんなさい僕ちょっとそういうの本当分かんなくて、うん、あのどっちにもこう誘導できるタイプではない、むちゃくちゃ会話してるよそんな会話できるんですか、うん、普通に喋るんですか、うん、ちょっともう全くそこ地形の僕会話っていうか知識がないので、うん、分かんないですけどそうやって喋れるんですね、喋る、会話できるんだ、ちゃんと言ってあげる、僕はちょっとそういうの無理だからごめんなさいって言って、で、すみません分かりました言うて、またの機会にこんなことはまたの機会にもしよろしかったらよろしいでしょうかみたいな、イライラするからその言い方って言ってこないです、よろしかったらよろしいでしょうか、その日本語はおかしいからやめろって言うと思ったら、まあまたにさせていただきます、いやイライラするからやめなさいっつって、またご連絡させていただきますお前お化けじゃないなっていう
ていう風な感じで来るのかなと思って分かんないですよ、ね、あるよたまに。だいたいね雑音とともにすごい、うん、新幹線とか高架下のザーっていう音とともにそういう相談が入ってくる。なんかちゃんと聞き取れるように言ってくれればいいんだけど、なんのたまにあんのそういうので前世が見えるんですよ。ああそうそうそう、その前世の話で言うと、はい、シータンはねちょっと僕は見えるんですか。もう10年以上あったけど、まだちょっとはっきり分かんないんですよ。あ、そういうことなんですね。平井くんはちょっと待って怖いいや怖い、今なんかもう俺の言おうとしたよ俺の言おうとした、怖いやめて。平井くんはねこれはね多分ね、あのさすが芸人よ、いい前世持ってるっていう。本当、うん、おなんだろう、カレーライスです。え、食べ物。うん、もうマジでちょっと本当めっちゃ意味が分からない。どういうことどういうこと。カレーライスだったんですよ。え、どういうこと。人じゃないんですか。まだこのその虫とか、ね、そういうそんなね、ホットステップジャンプみたいな前世ってないよ。カレーライス人から人もなかなかないですからね。ちょっと分からないです。そうそうそう、いや分からないです。今言われて、例えば一郎さんみたいに毎朝カレー食べてる、なぜかカレー好きなんですよね、カレーライス、なるほど、うん、前世カレーライスだったんですね、うん、ってなるんですけど、全くそんな感じないし、わんないかね。シチューのが好きだしどっちかというとカレーは好きですけど、シチューの方が僕は好きだし。カレーライスなんで、なんでそれ、どんぐらい前。一個でうちの親父は、父さんはサラリーマンやってる、うん、でそのおじいちゃんは、うん、建築やってたのかな、うん、多分なんかそんな感じなんですよ、流れ的におじいちゃんぐらいまでは、うん、でもカレーライスってもっと前ですよ。いや知らんで、そんな父ちゃんとじいちゃんの前がなんでじいちゃんの前がもうカレーライスなのかと思ったら、いやどういうことと思って、何があってその人間になれたやろとか思うし、具材が良かったってこと、何でそのでも、ね、詳しいことは分かんない、ね、まあ、先祖と前世は違う。違う違う違う、魂ですよね。そう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 、あ、そっかそっか、俺勝手に勘違いしてた。生まれ変わりじいちゃんの前が俺そんな変わらないですよ。生まれ変わりと前世は違うからね。あー、そっか、そういや、家系図辿っていったらなんか変わらないからだったかと思ったごめん、全く感じ分からなかった。それ見たいわ、その家系図。あ、そっか、前世は違うんか、魂が。そうなの。自分は何なんですか。僕、多分ね、ペットだったと思うんだよ。なんなん自分だけ、なんか可愛いやつだ。めっちゃ可愛いじゃないですか、なんかペットって、なんかワンちゃんとかだったと思う、なんとなんですか、自分だけ。めっちゃいいやん、ね、知らんやん、こっちカレーライス言われたなんでカレーライスに食べ終わったらもう終わりやん。めっちゃ笑ってる、怖めっちゃ笑ってる、怖カレーライスっぽいっていうのもあります。ぽいって何。どうしてカレー、いつ今これ着てるからとか。いや違うの、だから最初会った時からよ。もう10年前ぐらいですよ、うん、パリピの声やってた頃、うん、あ、ほんとカレーライス、うん、カレーライスっぽいなっていうのがあったよね。なんで、わからない、いや、なんでとかはごめん、わからん、わかんないんだ、ね、テレビ見てて、有名人見ててわかることもあるんですか、先生、パッと、そのみんなが、皆さんが見てらっしゃるような人が、テレビ越しとかはないかな、実際会った時に、おーはあるけど、へー、そういった類でなんか、もう知り合いとかで、前世でカレーライスってなかなか特注じゃないですか。なんでライスとルーとそういうなんか確かにそんなに細かいことは知らん、ね、話よ、ね、でいつの時代からカレーライスが生まれたか知らないけど、うん、ちょっとだいぶ後期だと思うんですよね、うん、その江戸にもカレーってあったのか。あった江戸あった、室町とか、うん、そこぐらいで遡るとどうなの、カレーってなんか入ってきた感じ。昔からあったよカレーライスは、軍隊さんが食べてたカレーもあったでしょ。だからそれが軍隊って言われたらもう江戸超えてますけど、どういうことですか。この人適当に喋ってるでしょ。適当だ、今の絶対ないね、今適当です、ね、俺マジ今までの時間返せ、これ流すな、もう何の会話やったこれ。いやいやいや、そういうのがあるよ。あとね、白い壁が見えるっていうのは、白い壁、もう長なりそう。いや、これは短い、人が死ぬなと思った時はその人の後ろに白い壁が見える。何回かって今むちゃくちゃ見えてますよ、白い壁。もう俺そんな死ぬのかな。今真っ白い、衣装書こうかな。怖い、そんな見えるんですか、本当に。それはテレビ見ててもある。あ、白い壁見えるわ。そしたらその方、うん、ってどこと多いよ。それはこうどのくらいの期間後ですか。2、3ヶ月とかじゃないか。
実際みんな見える人どうなんやろこれ。結構白い壁って俺なんか聞いた。ボディフロー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 ボディフ